おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、せっかくですので今週のガチャできたね、こちらサマースカウトの選手おすすめ育成講座させていただきたいと思います。ってことで、まあ、今回5人いますのでね、早速ディフェンダーの方からやっていきます。いや、ダビンソン・サンチェスはですね、選手解説の時も触れたんですけど、まあ普通に強いね、めちゃめちゃいい選手ですよね。タックル6000、パスカット4000、マーク5400ですから、弱いわけがない、そんな選手なわけですよ。ちなみにもう一個推したいポイントがあって、スピードパワーともに3700ぐらいあるんですよね。そんな中でデュエルキングでパワースピード特大アップしてるのやばくないですか、この選手。あれ、めっちゃ強いんじゃない。そうです、めっちゃ強いです、パスも出せますっていうダビンソン・サンチェスです。ベタ褒めです。さあダビンソン・サンチェスなんですが、もちろん性能強いんですけど、スキルも踏まえてね、あんま隙がないです。 S ランクのクラッシュタックルは相手フォワード全員のドリブル特大ダウンできるので、めちゃめちゃ1対1に強いスキルですし、味方ミッドのスタミナ消化回復も嬉しい。米大陸の状態になると相手フォワード選手全員のドリブル超特大ダウンにもなります。まあ、ミッドフィルダーにはね効果及ばないとはいえ、フォワードのドリブルに関しては、まあ、間違いなく止めてくれる選手でしょう。で、A ランクとはいえフィリアスマークまあまあ強いです。一定時間タックルマークダイアップはまあいいですが、相手フォワード全員のシュート中ダウンです。いいんじゃないですか、無料というかサブでこれだけ優秀なスキル持ってるので、まあ、ちょっとねタックルマークはもう不要かなと思います。逆にパスカット必ず1個つけたいですね。せっかくパスカット S あって、一応総合値というかステータス的にもパスカット4000ありますので、プラス、この砲撃の熟達者でディフェンス能力特大アップもありますから、ぜひここはねパスカットつけたいです。で、まあ、ちょっといつも通りの内容になっちゃって恐縮なんですが、パスカットに関してはシルフィーめちゃめちゃおすすめです。これねもうシルフィーしかないんよ、正直現環境これめっちゃ良くて、何がいいって、あの相手フォワードシュート特大ダウンとか、まあ自分のねパスカットパワーとか全部嬉しいですけど、一番はディフェンス選手全員のスタミナ中回復です。これマジで強い、特にダビンソン・サンチェスみたいなフィジカル強いですよと。で、守備能力も高いですと。ただ元々の自分のスキルとか特徴で自分自身のスタミナの減少に対して何にもできませんって選手に対してシルフィーパスカットつけてあげるだけで、一応自分がパスカットしたら自分のスタミナ小じゃなくて中回復できるんですよね。めちゃめちゃいいんです、マジでシルフィーパスカットはおすすめで、もう一個はロングパスつけましょう。星5確定スカウトチケットの中でも今例えばフラッシュフィードとか、これディフェンス選手全員のスタミナ小を回復するので、これも一定ねダビンソン・サンチェスと相性良くて、こういったロングパスが無料で今一応ラインナップの中で手に入りますので、まあ、ちょっとねやっぱり星5選手、例えばルガニのシルフィーとかバイジェティッチのフラッシュフィードとかになってきちゃうと、そもそもルガニ貫突してないとかバイジェティッチ貫突してないみたいな状態だと若干ねもったいないような気はしちゃうかもしれませんが、今回のサンチェスに関してはなんかね惜しまずスキルつけちゃっていいぐらい普通に強いと思います。まあ、もちろんロナウジーニョのガチャで来ていたアラウホほどではないですが、とはいえ守備能力とかでシンプルに見ていくとめちゃめちゃ見劣りするわけでもないんですよね。ディフェンス能力特大アップあるんでサンチェスは、うん、個人的にはね全然いいっていうか、なんならめっちゃ強いセンターバックだと思います。シンプルに守備に特化しているセンターバック、特にタックルがね強力なセンターバックめちゃめちゃ魅力的です。お次セルジーニョデストいきましょう。デストの特徴なんといっても後半から出した時の能力特大アップですね。特にもともと攻守の能力両方高いので両方が特大アップするの嬉しいです。ドリブル5500、パスが5000、タックル3000、パスカット3000、マーク2400って感じなので、まあいいんじゃないですか、めちゃ普通に強くない。で、
エリア特徴でミドフィルダーエリアではスピード特大パス型、ディフェンスエリアではマークパワー特大アップです。個人的には、攻撃サイドバックの選手なので、まあね、他のそのアメリカ大陸スターズの選手がミドエリアとディフェンスエリアでどれだけいるかにもよりますが、スピード特大アップが入るのは嬉しいですと。でメインスキルセイビアです。相手ディフェンス選手全員のタックルスピード特大ダウン、これもまあすごくいいですね。特にですとドリブル能力値5500ありますから、すげえね、驚異的なサイドバックになると思います。であとスペースフィード A ランクで持ってます。まあ、スキルが攻撃的なので、逆にここまで攻撃的でいくと、もう守備的なものに関してはスキル2個両方つけるしかないですね。おすすめはタックルとパスカット、もしくはマークとパスカットです。いつも通りですが、シルフィーマークとタングルドマークなんかが、シルフィーパスカットとタングルドマークが一番星5確定スカウトチケットで手に入って無難な構成かなと思います。初戦ね、タックル2700しかないのと、特徴でタックルが一応ジョーカー分しか上がらないので、あんまり1対1期待せずに、間接的に相手のフォワードの決定力を下げれるタングルドマーク、シルフィーパスカットは相性いいですね。あのダニーロみたいに自分自身でボール取りきれるんだったらタックルでボール取りに行ってもいいと思うんですが、デストみたいに取りきれるか不安なんだったら、初めから取りきらずにフォワードのシュート下げるとかの方が結果失点防げたりします。お次エドソン・アルバレスです。こちらの選手も結構シンプルな DMF っていうイメージですね。能力見ていくと、タックルパスカット5500と、でマーク3000です。走行値13400なので、ちょっとパッとしないかもしれませんが、守備に関しては全然余裕でできちゃいますと。で幻影でタックルパスカット特大スピード大、鎮圧でタックルマーク大アップがあります。めっちゃ守備的。スキルはメインスキルがスパイシー、味方ディフェンスのスタミナ消を回復しながら相手フォワードのスタミナ消をダウンしますと。で A ランクのリペア持ってます。私がねエドソン・アルバレス作るんだって私だったら S タックルと S マークにしますね。でロングパスつけないのが気になっちゃうよって方は S ロングパスと S マークでいいと思いますが、やっぱねせっかくタックル SB やってタックル能力値5000あるのに A ランクのリペアはちょっともったいない気がする。で S タックルあるといいかなは思います。ただ言っても今回のねガチャの中だとちょっと正直外れ枠っていうところなので、あんまりいいタックルつけるのももったいないなっていうところです。マークはタングルドが本当にも保証後確定スカウトチケットでいっぱい手に入って、本当にあれ十分強いので、まあ、マークはタングルドでいいとして、 S のタックルについてはあんま無理しない範囲でつけましょう。なんか相手のドリブル下げるみたいな結構いいタックルつけちゃうと、それはそれで後ほど後悔することになりそうなので、まあねレザルトとかでもいいと思いますし、 S のリペアとかでもいいと思います。でロングパスつけるんだったらモルテンとか普通に相手フォワードの、スタミナ下がるものつけてあげましょう。さあそしたらマッケニーです。マッケニーはねおもろい選手なんよ。だいぶ能力偏ってるんですよね。偏ってるっていうか、なんつうんですか、尖ってないというか、ドリブル3800、シュート1500、パス6000、タックル86、パスカット125、マーク203ということで、まあ OMF ですね、守備全くできませんと。でトラップめちゃめちゃできますと。でスタミナありますって選手です。まあこのスタミナAっていうところだよね、ちょっと気になっちゃいます。ただとはいえ星5確定スカートチケットで限界突破できちゃうので、まあ無料で手に入ってキャプテン特徴あるんだったら十分でしょう。メインスキルもリアライズパスということで能力との相性めっちゃいいです。で A ランクのプリズマティックトラップ、これも嬉しいですよね。そもそもトラップ値5300あるんで合うと思います。でマッケニーですが、2パターンあると思ってて、1個必ずつけていただきたいのはドリブルですね。これもまず必須級です。 S でドリブル持ってるっていうのも当然あるんですが、オフェンス能力も上がってますし、プラスでこの選手ドリブルつけないとね、本当にちょっとねボール持ってから輝けないと思います。毎回毎回すぐパス出してくれるならいいんですけど、そうもいかないと思うのでドリブルつけてあげましょう。おすすめはねリニアとか、レベルが低い価値が低いところでいくとリニアとか、もう価値が高いところでいくとトボンとかセービアみたいな、相手ディフェンダーのタックル、もしくは相手ミッドフィルダーのタックルを下げるドリブルがいいと思います。
言ってもドリブル能力値3855、まあ4000ぐらいなので、いいドリブル、特にタックル下げるドリブルつけないとボール運べないかなと思うので、タックル下げるドリブルつけてあげましょう。でもう一個なんですけど、2択あると思ってて、とロングパスか通常のシュートで、通常のシュートだったらオプティマスとかウィムジーみたいなジャンピングボレーをおすすめしますと、こっちの方がハマる気がします。もともとの能力シュート上がらないので、ただ OMF なんでゴール前でね、全くシュートで点決めれないっていうのは正直もったいなすぎるんですよ。ありえないです、あのチャンスを不意にしてしまうので。なんでシュート1個つけてはいいと思います。ロングシュートはさすがにちょっともったいないんで、とか多分この能力で外から打ってもなかなか決まんないと思うんで、あのジャンピングボレーとかね、できるウィムジーとかオプティマスつけてあげましょう。でいや、とはいっても6000パスがある中で1500のシュートつけるのもったいないよって方はロングパスつければいいのかなと思います。さあ、そしたら最後ルイス・スアレスいきましょう。この選手はもう素晴らしいの一言ですね。私めっちゃ好きです、こういう選手。あのシュート特化の選手ね、ジョーカーで、まあ、全能力上がりつつ一撃の名手でシュート特大、もうオフェンス能力大もありますし、でマルチクリエイターでシュートトラップ特大、パスが大、おもろすぎです。シュート SS、 パス S、 ドリブル B です。レジャース持ってます。私だったらですよ、トラップとヘディングにします。もうね、スアレスですから高い位置に置いて、もうドリブルなんていいよと、もうお前とにかく決めることに集中してくれということで、ヘディングとトラップにします。せっかくトラップ S で持ってるんでね。でまあ、もともと一応ドリブル違ったオフェンス能力大アップがあるのでドリブルできないことはないですが、言っても2600ぐらい、2700弱くらいかな、ドリブルちょっと低めなんで、あんまドリブルつけなくてもいい気もします。あのヘディングとトラップってまあ言いましたが、本当にシンプルに性能だけ考えるならロングシュートとトラップが一番ハマる気がしますね。うん、ロンシュ、まあ、特に決定力めちゃめちゃ高いので遠くからどんどん狙っていけるようにして、あとはトラップ、ここはねせっかく S あるんでつけたいところです。もしもマルチクリエイターのトラップ特大とかもある中でトラップスキル余ってないよって方は、ドリブルとロングシュート、ロングシュートもないんだったらもうドリブルヘディングの構成がいいかなと思います。最優先はもうトラップはつけたい、ないんだったらロングシュートで、まあ、トラップロングシュート1番トラップ、2番ロングシュートで、3番ドリブル、4番ヘディングくらいの優先度合いでね考えていただければいいんじゃないかなと思います。ってことで、いやーちょっとねいい内容なんで盛り上がってしまいましたが、まあねクォーターアニマが来る中でなかなかね引きにくいガチャだとは思います。まあ、10連だけ引きたいななんて思いつつも、これ10連引くんだったら 2% の確率とないを信じてアドリアーノを引きに行きたいなと日々思う毎日ですね、私は。はい、ってことでここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様のね良きゲームライフに乗っておりますし、逆にねこんな構成おすすめですみたいなものあればぜひコメント欄でシェアしてください。豆腐でした。バイバイ。